やる気、元気、玉木、霊感タロットの玉木のズバッと。はい、今日は、翔子先生と政治の話をしよっかな。うん、初かな、うん、初めて。初めてよね。初めて。ね。だよね。うん。うん。前に、ほら、ジャニーズとまた違って、うん、玉木先生の方から、うん、うんうん。なんだっけ、石破さんとか、うん、高市さんとかのこと見てほしいっていう LINE が来てたんだけど、うん、はいはいはい。で、なるほどねって思って見させていただくんですけど、うん。うん。実は、私は政治家をやっていた祖父とか、はいはい、父とかの娘をしてきたので、うん、娘とか孫をやってきたので、うんうん、私、自分の身の回りに政治家が多かったんですよ。はあ、で、私も政治家っていうか、の方のお手伝いとかもしたことがあって、うんうんうん、で、いろいろね、あって、経験もしてきているんですけれども、うんうんうん、私、すごい、占いの方向の業界に入って山小屋にいるので、政治家の方々をね、うんうんうん超久しぶりで、うんうん、で、私の時代っていうのは、はい。まあ、田中角栄さんとか、うん、ね、そこら辺の時代から、うん、まあ、いわゆる中曽根さんとか、うん、ね、吉さんとか、福田さんとか、あそこら辺の方々とかが、やっぱり祖父たちのお友達だったので、うんうん、だから、そういう方たちを見ることが多かったんですけれども、久しぶりに石破さんを拝見しました。はい。で、もうこれどうしよう、YouTube でブーになったらどうしよう、メンバーズにしてもらおうかなって思うぐらいなんですが、うんうん、一言で言って私愕然としたんですよ、うんうんうん。石破さんに興味がなかったので、全然見てなかったんですけど、うんうん、今回お話をするにあたって政治家だからちゃんと見ようと、いや別にジャニーズとか軽く見てるわけじゃないですよ。うんうん、だけど、拝見したんですけれども、うんうん、一言で言って、うん、操り人形。はい。はい。うん、糸がいっぱい出てて、しかも、うんうん、もう、口のところにも糸がついてて、うんうん、で、もう、それから手先、指先にも、はいはい。糸が全部ついてて、うんうん、足にも、うん。うん。目にも、うんうん、脳にも、うん、全部糸が入ってて、うん、で、驚きなんですけど、その糸の先が、たくさんいるんですよ、うん。あ、いっぱいいるの？そんなに。いっぱい、いっぱいいる、いっぱいいる。それは、うんうん、政界の人、財界の人、うん、事務所さんとか、うんうん、だから、党を超えた政治家の人たちとか、うんうん、地元の人とか、うんうんうん、国民とか、うんうん、それから、あと、いわゆる教育者関係とかなんとかとか、ほうほうほう、うん、そういう人たちのに先がつながってんですよ。うん、へで、安倍さんって、うん、前見たことあるんだけど、うん、安倍さんって糸何本かだったんですよ、本当に。うん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 、で、口は彼の意思やったんですよ。ああ、なるほど。うんうんうん。だけど、糸は何本か安倍さんにはついてたんですよ。うん、でも、どんどん糸がパチンパチンって切れていく。まあ、先がなくなっているってことなんだと思うんだけど、うん、死去してるっていうか、うん、なくなっている。だから切れたんだけど、もうね、もうバリバリ絶賛いって、操り人形化してるのが、石破さん、特に、総理になって、はい、でしたっけ戦って、僕総理みたいになった、あ、代表みたいになった時あったじゃないですか。あの一瞬にバーって糸がついたって感じ。さらに。ああ、そうなんだ。うん、あ、もともとじゃない。あった、うん。いや、もともと糸は何本かあったよ。何本か。太い糸が。だけれども、僕代表みたいになった瞬間に、バーって糸が磁石みたいにビビビビビンって入った。で、今、彼はもう、うんはい、もはや石破にあらずみたいになっちゃってて。なるほど。そう、うん。じゃあ、うん、今までじゃあ、こういうことしたいとか、こういうことしますみたいなのはもう、どっか行っちゃった、言えない？いや、だから、前の一年ぐらい前とか、うんうん半年ぐらい前の石破さんっていうのは、うん、自分の考えとか、うん、自分のこととか言えた人だと思うのね。うんうん、だけど、もう全然、だから私、うん、多分、なんだっけ、うんうん、全然石破さんの初心表明とか何にも全然聞いてないんだけど、うんうん、でも、ほら、山小屋にいるから一切の、こう、電磁波を切ってるからね。はいはい、だからそれは見てないんだけど、うん、多分、あれ、言ってること違うねってことを言ってるはずなんだよね、この人。ほうほうほう。うん。あれ
言ってなかったみたいな。うんうん。だから、あれどうしましたみたいな。うん。あの、小泉さん、小泉さんって言ったじゃないですか、お父さん。ね、はいはいはい、小泉さん、うん。あの、ライオンみたいな頭してた人、うん、ライオンみたいな。純ちゃんね。うん。うん、純ちゃん、純一郎くん。うん。あの人は糸一本もついてなかったんですよ。へぇー。うんうんうん。うん。あ、あえて言うならご先祖の糸みたいな感じだ。だけど、もうね、なんて言うのかな。まずいよ、石破さんみたいな感じ。だから、石破さんが言うことって、絶対に何かのつながりがあって発表することが、もうどん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 多くなるから、私、長く続くといいね、石破さんっていうふうに思ってる。どのくらいだと思う短そう、うん。それはね、政治家の命をね、うん、あの、鑑定することになるから、それは鑑定しない。なぜなら、なるほど。ほら、命だから。生死に関わるんだ、それ。そう。へぇー。だってこれ、政治家生命って言うじゃん。うんうん。でも、ちょっとなんか短いかなーって思ってる。なるほど。え、うん、あと、じゃあ、気持ちは？どんな気持ちでやってんのこれ。びっくりって言ってる。びっくり一番最初。びっくりうん。なんか、マジみたいな。うんうん、今時の言い方です。マジ俺みたいな。うんうん。うん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 。まあ、だから。うん。そうなんだ。俺なんだ、みたいな気持ちはあるけど、うん、ただ、まあ、個人的に言うと、うん、もうちょっとお痩せになられた方が健康面が気になります。あら。うん、特に胃腸関係かな。血圧とか血液とか、うん。すごい気になります。あら。健康。うん、そう。そう。ちょっと気になります。うんうんうん、あの、前に、なんだっけ、うん、あの子。目黒くんだっけ、はいはいはい、のこと気になるって言った時にはメンタルだったんだけど、うん、この人の場合は本当の病気ね。肉体的なね。うん、そう、肉体的な、うん。うんうんうん。頼むよ、慶応ボーイなんだからもっとスラッとしてよって感じ。うんうんうん。うん、そんな感じかな、うん。だから私は今、健康の部分と、それから、その糸が少しでも切れる。うん。うんうんうん。うん、じゃないと、彼の自由とか彼の、生きている意味とか、政治家としてね、うん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 、あの人間じゃなくて、生きている意味が、本当になんか、うん、断たれてしまうというか、うんうんうん、なんかな、せっかく総理大臣になったんだけど、うん、なんか、お名前だけが総理大臣になったっていう風になってしまうように見えて、うん、とても心配な人っていうイメージがあります。なるほど。はい、うん、そうだね。なんか、一番こう、なんか、こう、硬くて、何でも融通が効かないように見え、うん、パッと見はね、見えるかもしれないけど、うんうんうん、操り人形、糸だらけっていうふうには拝見できます。なるほど。うん、でもとてもね、優しい方なんだと思うよ、本当は。うんうんうん、だから糸がついちゃうんだと思う、うんうん。そういうふうには拝見できます。なるほど。で、もう一人、高市さん。高市さん。うん。うん、ちょっと眉毛が濃すぎるよっていう高市さんね。うん、うんうん。うん。で、この方は、めちゃくちゃ頭がいい。だけど、めちゃくちゃ頭がいいんだけど、うん、糸は3本ぐらいしかついてない。太い糸だけ、うん。細かい糸は一切ついてない。自分で切ってっちゃう。へぇー。あの、パチンパチン自分でハサミで切ってっちゃう。うん、ただ、この方っていうのは、やっぱり、感情をコントロールするとか、うん、すごく頭がいいのに、すごく損してる。はいうん、うん。感情がコントロールできないとか、うんうん、それから、あの、いわゆる、この人についてるスタッフが良くないと思う。うんうんうん。うんうん。例えば、それは何のスタッフっていうと、さっき眉毛がどうのこうのって言ったけど、うんうん、メイクとか、洋服とか、はいはいはい、いわゆるアメリカの、あの、大統領にはついてるじゃないそういうカラーコーディネーターとか、うんうん、イメージのコーディネーターとか。うんうんでそこの人たちがすごく彼女には必要で、誤解も与えているし、うん、だから、すごい損してる人っていうイメージなんですよ。うんうんうん、で、この方はでも、すごく頭が良くて、でも、すごい強い頑固な方でもあるので、うん、でも繊細な女性でもあるので、うん、だから、私、今後、これで、あの、終わりって言うんじゃなくて、今後この人が実っていく。うん、うん、うん。だから、この人は今回、負けてよかったんじゃないって思うのは、うん、やっぱり、一回自分を見つめ直すっていうチャンスが来たので、おうんはい、見つめ直して、で、
もっとグレードアップして、うん、うん。で、この方また表舞台に出ようとなさると思うので、うん、うん。うん、あの、表舞台に出てくる方っていうふうには思ってる。うん、なるほど、うん。なので、すごく、あの、好きとか嫌いの問題じゃなくてね、うん。うんうんうん、あの、すごい政治家としての資質はすごくお持ちでいらっしゃるんだけど、うん、偉そうな言い方をすると、感情のコントロールっていうのと、うん、イメージのコントロールっていうのをぜひしていただきたいな、損しているっていうふうに思います。なるほど。うん、はい。でも、この方は必ず花が開きます。なるほど。はい。うん。うんうんうん。たくましい方です。うん。はい。うん。そのように拝見します。はい、誰がいたっけ？あとね、リクエストが多いのはね、うん、麻生さんかな、うん。あ、麻生さんね。うん。あの、麻生さんは、うん、あの、なんていうのかな。そのまんまよ。うん。うん。だから、何？殿様？うんうん。うんうん、まあ、世が世なれば殿様だったのかもしれないけど、うん、やっぱり、だけどね、悪い人ではないんだけど、うんうん、あの、親分肌なんだけど、うん、親分になりきれない人っているじゃないですか。はいはい。うん、で、表には誰かを出しといて、例えば石破さんとか出しといて、高市さんとか出しといて、うん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 、自分が後ろで、こうしてね、ああしてねっていうのは得意分野なんだけど、うん、自分が表舞台に出るのは得意そうに見えてあまり得意ではないっていう方なんで、うん、でも、したたかにいらっしゃるようだけど、結構ミスとか、それから、うん、なんて言えばいいのかな、政治家としての、なんか、器っていうのは持ち合わせてないように見えます。うん、あ、そう。うん、そう。策略とか何かこう、糸を引くっていうのは得意かもしれないけど、うんうん、でも、表舞台に出て何か、こう、ケツを吹くっていうんですか、うんうん、ケツ吹くから、みたいな、うんうん、そういうのはできない方かな。だから、男気があるようには見えるけど、うん、すごく女性っぽい人だなって思います。そう、うん、そうですね。だから、彼っていうのは、影にいた方がうまくいく人っていうふうに拝見できます。なるほど。はい。うん、麻生さん、うん、まだまだ大丈夫かしら、なんか健康そうな気はするけど、うん、この方したたかだから、うん、うんうんうん、ずっといると思う、うんうん、なるほどね、麻生、うんうんうん、太郎さんね、なるほどね、あ、健康で言うと、あ、菅さんがなんか菅さんよたよたしてるんだけど大丈夫、うん、てかね、うん、あの菅さんってあの、官房長官だっけやった時あったじゃん。うん、うん。幹事長だ。幹事長。官房長官かな。官房長官だっけ、うんうん、あの時が一番輝いてたよね。確かに。確かに。そうね。縁の下の力持ちでいるっていうアピールは上手なのよ。うん、うん。うん。でも、主になっちゃいけない人で。うん。だから、安倍さんの下にいて何かを言うとかね。うん。うんうん、とか、あの、二番手。うんうん、懐刀とか二番手、縁の下の力持ちっていうのは得意な人。うん、だから、やっぱあの、総理になっちゃったところで土地狂ったよね。うん、体調はすごく悪いと思います。ああ。うん。なんか、ごめんね、言い方悪いんだけど、うん、これでご引退でもいいんじゃないんですかって思っちゃうと、ね。なるほどね。うん。うんうんうん、はい。はい。それから、政治家の方。あ、これでラストで、ね。はい、どうぞ。岸田さん。ああ、ほっとしてるよね、彼ね。ほっとしてる。おう。うん。だって辞めたかったもん。あ、辞めたかったんだ。うん。だって、なんていうのかな。自分が一番器じゃないって知ってるもん。うん。分かってる。なるほどね。この人分かってる。うん。なので、うん、ほっとしている状況。ほう。うん。気が緩んでいる状況。うん。うん、そんな状況です。あの、石破さんに、こう、票を入れろって言ったのは、そうなの？え？え？岸田さんが。誰が？岸田さんが。あ、岸田さんが誰に入れろって言ったかってこと？うん、石破さんに。うん。うん。ああ、岸田総理が言ったかってこと？周りに。うんうんうん、言い方悪いんだけど、何が何でも高市は嫌だって思った。ね、要するに、石破さんがどうのこうのじゃなくて。うん、はいはいはい。うん、高市さん以外なら、みたいな。はい。うん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 。
そんな感じに見えます。なるほど。だから、でも、この方は、息子さんのこととかいろんなことあったと思うんですけど、とにかく、もう、何もないうちに辞めてしまいたいっていう気持ちはあった。ほう。うん。何もないうちに辞めたい。いや、何もないうちに、何かがめくれる前にって。そういうふうに見える。だから、こう、ボロボロになってまで最後までやりたくないっていうのがある。じゃあ、もう岸田さんの力は、あんまりない感じ。影響っていうか。だって、玉木さんあると思う？あるんじゃないかって噂だけど。どうなのかしらね。どうなんだろうね。私はなんかもう。私占って何だったか。見えないけど。私も占って、そう、確かにそうでもなかった気がする。だから、まあ、とにかく、なんか、こう、自分の体を害し、健康を害したりとか、ストレスとかを害したりとか、危険になったりとか、もっと自分の評価が下がったりとか、そういうことをする前に、なんとか出ていきたい、なんとか抜け出たいっていうふうに思っていたっていうのはある。だから、抜けたっていうふうには見えるけど。だから、これで終わったっていうことではほっとしているってとこはある。だから、欲で言えばやりたかったかもしれないけど、ある程度で終わらせないとっていうのはすごく思ってたように見えます。だから、まあいい時に辞めたんじゃない？だってもう解散の話も出ていただろうし、だから、それを誰が解散するって宣言するのかとかね、それから、こういう法案を通さなきゃいけないよとかね。それから、いろんなことがあるわけじゃないですか。もう、山積みにしてきた、こう、後へ回してきたお宿題。この人が自分で片付けるっていうのは思ってなかった。もう2年よく持ちましたって感じかな。なるほど。はい。はい。OK。野望に負けたんですね。はい。こんな感じです。ありがとうございます。はい。政治家って、難しいね。ね、難しいね。複雑ね。政治家になる気持ちがわからない。私も、ちょっと、最も遠い仕事だわ。そうだね。そんな感じです。はい。はい。立候補しちゃう？二人で。占い党とか怪しい。全ての政権はタロットに決めます。怪しい。占い党。すごいね、もう。そうだねって言われたら、あ、ごめんなさい。ごめん。ハプニングが出たのね。すごいじゃん、なんか。いや、ダメですとか言って。すごいね。オラクルカードでとか言っちゃう。でも、その方がいい数字できるかも。全部、ね。操り人形じゃなくてさ、だって、カードが言ってるんだもんとかさ。言ってるんだもん。そう。角栄さん、憑依させます。角栄曰く。ね、人のやる政治と、あと AI 政治家みたいなのもあるじゃん、最近。AI と占いとどれが勝つか、私ね、小日向って文京区の小日向っていうところによく、車でね、私秋葉原なのね、生まれも育ちもね、だからね、スーパーがないのよ、だからね、小日向っていうところの文京区まで買いに行くんだけどね、三徳っていうスーパーがあったのよ、でっかい。はいはい、で、そこに行くんだけど、ちっちゃい時からそこに行くんだけど、ある日さ、私が高校生の時、うちのお母さんに引きずり回されて行くんだけど、そしたら、もうすごい遠くからさ、これも買わなきゃダメ、あれも買わなきゃダメ、ああ、こうよ、こうやっていう声がすんごい聞こえてきたの。で、ああ、これ知らないとか言って、で、パッて振り返って。田中真彦さん？違う。そう！あ、そう？カートが、カートを、秘書官みたいな人が何個も持って、そこに、かやかやって言いながらメロンとかバッタバッタ入れてる人がいて、マキコさんが、母がね、根こそぎ買っていく勢いだね、けど、声が、田中角栄さん、そっくり。で、パッて見たときに、ほら、私、電子できちゃうじゃんね。そしたら、角栄さんが横にいるんだよね、目を細めながら。へぇ。
うん、だから、ああ、もうこの人本当に愛されてんだなって思いながら、うわーって買って、あとはか払ってきてみたいでいなくなっちゃって、そんなね、みたいな。そうだった、もう、ね、スーパーでもパワフルなんだ。だから、すごいなって思ったけど、うん、パワフルだったけど、あの方も辞めちゃったからね。ねえ。もったいなかったけど。うん。うんそうね。でも、楽しかった。まあ、あの人練習したとき、あ、すげえ、エネルギッシュすぎて怖いとか思って。うん、そう、そんなこと思い出したわ。よくマキコさんって分かったわねって感じ。分かっちゃった。そうそう、マキコさん。うんうん、分かっちゃった。でも、まあ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 、政治家の方っていうのは、色が濃い方といいんだけどなって思うんだけど、今みんな薄いね。怪しい人形多いね。ね。うん、うん、うん。そんな感じ。田中角栄さんくらいね。もうね、そうだね。あのくらいの濃さの人がガーンって現れたね。うん。すごいね。すごいよね、うん。あの人みたいな人もういないよね。ね。もうこれからは誰も出てこないよ。うん。うんうん。まあ女性がとにかく総理になるっていうのが楽しみね。ね。うん。ね。その瞬間をね、うん、ね、いつか見るのかしらね。土井孝子さんとかなりそうだったのにね。ああ、確かに。そう。うん。なかったもんね。時代的にまだ早かったかな、ね。ねえ。ご時世みたいな。わかんないけど。ご時世だろうね。ね。だってなる器ではあったよね。うん。うん。私、総理公邸で、アルバイトしてたことがあったんですよ。うん、なんでどういう経緯だとそうなれるの？ええ、それはちょっとね。うん、じゃあ、またここから普通モードに戻るけど、うん、普通のやつに戻るけど、うん、はいはい、今ね、うん、メンバーシップ行きの秘密のやつを、うん、切り取ったので、それ聞きたい人は、メンバーシップで聞いてください。はい。はい、なんだっけ、首相官邸？あ、総理官邸の、なんか面白い話みたいな、ね。総理官邸バイト話、うん。バイト話で、はい、翔子先生でした。うん、はい。はい、ありがとうございます。はい、おやすみなさい。はい、失礼します。